こんにちは、タンタンです。今回はスピニングポールでリフトシットから膝を抜くという苦手なトリックと、もう一つは肘と膝でポールをロックして反対側の手と足をつなぐという初めてのトリックに挑戦いたしました。ではご覧ください。
Okay.
ご覧いただきありがとうございます。最後にやった手と足をつなぐトリックは、最終的には足をポールから両方離すブロークンスプリットという形になるそうです。いつか挑戦してみたいと思います。お、頑張ってるなと思っていただけましたら、いいねやチャンネル登録していただけると嬉しいです。次回もまたいろんなトリックにチャレンジしたいと思います。タンタンでした。